自民党が真に変わるには、改革を唱えるリーダーではなく、改革を圧倒的に加速できるリーダーを選ぶことです。今日、自民党総裁選への出馬を表明した小泉進次郎元環境大臣。 ANN の世論調査ではトップを争う人気の中、気になるのが政策です。賃上げ、人手不足、正規・非正規格差を同時に解決するため、労働市場改革の本丸、解雇規制を見直します。労働時間規制の見直し、そして選択的夫婦別姓の導入など、皆さんの選択肢を広げます。この国の形である憲法に自衛隊を明記する、それがダメなのかどうか、国民の皆さんに聞きたい。小泉元環境大臣を含め、現在6人が出馬を表明していますが、今 SNS などで各候補の政策に対して賛否熱い論争が繰り広げられています。すべての国民に確定申告をしていただくとの発言で議論を呼んでいるのが河野デジタル大臣。最終的に年末調整をやめる、企業はその負担がなくなります。ポチッとボタンを押していただければ、それで確定申告が終わるという。茂木幹事長のある政策は自民党内で物議に。経済の再生と増税ゼロの政策の推進、防衛力強化や子育て支援策はしっかりと進めつつ、その財源については防衛増税、子育て支援金の保険料の追加負担、それぞれ1兆円は停止をし、新たな財源確保策で対応する。これまで幹事長として支えてきた岸田政権とは違う政策を掲げたことで、疑問の声が上がっているのです。そして派閥がほぼ解消された今、各候補が政策や自己 PR を直接党員に訴えかけるために力を入れているのが SNS や動画配信です。自他ともに知名度不足だとしている小林元経済安保担当大臣は YouTube で若さと体力をアピール。体力だけは負けないですよ。小泉元環境大臣も YouTube チャンネルを開設、活動報告からプライベートまで発信。僕も今ノック入っていい？林官房長官も出馬に際し3年ぶりに SNS を再開し、225万人以上のフォロワーを抱える河野デジタル大臣も SNS をフル活用しています。茂木幹事長と石破元幹事長も YouTube に出馬を表明する動画を投稿。安全保障確立をし、日本を守ります。派閥の数合わせがなくなった今回の総裁選、政策論争と SNS の発信がどのような変化をもたらすのか考えます。ゲストをご紹介します。現代日本政治がご専門の東京大学大学院の内山裕教授です。内山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、今日ですね、小泉進次郎氏が自民党総裁選への立候補を表明しました。政策目指すビジョン言及されていました。決着というね、言葉も掲げていて、改革を圧倒的に加速できるリーダーをという言葉もありました。内山さん、この小泉進次郎氏の今日の出馬表明、これどのようにご覧になりますか。そうですね、やっぱりお父さん譲り、小泉純一郎元首相譲りの、歯切れのいい発言で、しかも結構その、政策の内容を見ていくと、いわゆる構造改革がこれはお父さん譲りかな、解雇規制とかね、労働時間規制とか規制改革、構造改革やっていくっていうのは歯切れよくって、なかなか結構アピール感はあったんじゃないかと気がしますね。そうですね。加えて SNS なんかでも盛り上がったかなと思うんですけど、フリーランスの記者の失礼な質問があってその返しが見事だというような評価もねありましたけども、あれアドリブですか？どうなんですかね。あれってアドリブ、泉さん聞きましょうか。あれこういうのは基本的にただやっぱりもう注目の方ですから相当練習もしあったと思うし、やっぱりQ&A というかこの質問にこういう形で相当練習しあったかなと思うんで、ある意味ブランというか上手にやりはったなと思いましたね。泉さんあれってめちゃくちゃ勘ぐっちゃってあれなんですけど、あの記者も仕込みだと勝手に思ってる人とかもいると思うんですけど、それはさすがにないんですよ。さわかんないです。私に聞かればわかる。フリーランスだったら仕込みじゃない。逆にそっちなんです。フリーランスだったら仕込みじゃないんですね。逆に。でもこの質問どうだろう。いやわかんないです。わかんないですけど。まあ記者をこう当てる順番とか、ある程度誰に当てるかみたいなのはこれある程度想定していることですよね。まあ質問も分かっててそれに対するアンサーということだと思うんですけど、まあ今回のその総裁選、この派閥の闘争から一転、各候補がそれぞれ独自の政策を打ち出しています。でその中で内山さん特に3つ注目すべきということをおっしゃってまして、まあ、経済、多様性、政治改革ですね。まずこの経済政策について各候補に話題になったところを見ていきますと、まあ、小泉さんはスタートアップ株の売却時にこれ非課税にしますよとか、河野さん全納税者に確定申告なんていうこともありました。茂木さんは増税ゼロとか、石破さん金融所得課税強化、小林さんですね、金融所得課税強化反対、地方に投資していきましょう、林さん、必要な財政出動をとあったんですけどね。でも今回は特徴で私すごい思うのは書いてありますけど、幹事長である立場が増税ゼロでしょ。で官房長官がいわゆる積極財政じゃないですか。だったらもうすでにやれる立場にもかなりあるわけですから、そういう意味ではそう思うんだったらもっと早くやれたんじゃないかという気もしますけど、ただまあそれはもう時間戻らない以上方針転換するんであればはっきりと方針転換を打ち出して議論したらいいなと思いますね。そうですね。内山さん、これ本当に国民の生活に直結する話だと思うんですけども、この経済の政策に関してはどういうふうに読み解かれているんですか。そうですね、これパッと見て分かりますように、やっぱ税っていうのは一つキーワードになってますよね。でまさに泉さんおっしゃった通り、やっぱりあれですよね、この税、国民負担を増やすのかどうかっていうことは、やっぱりここにあります経済か財政か、つまり経済の活性化、予算をどんどん支出を増やして減税して経済を活性化させるか、それとも日本って今もう世界最悪水準の GDP の2倍以上の借金抱えてますんで、そうじゃなくてもっと財政赤字減らして財政規律、財政バランスをしっかりするのか、そのためには当然支出を減らしたりとか国民負担を増やすってやんなきゃいけない、経済活性化か財政規律かっていうのが結構これがね各候補で分かれてるんですよね。やっぱ河野さんとか石破さんは財政規律の方に傾いてる感じだし、茂木さんなんかやっぱ増税ゼロって言ってらっしゃる小林さんなんかも、財政よりも経済みたいなことをしっかり言ってますんで、そこら辺がね意外に結構分かれ目でも、増税ゼロって別に減税ではないからなんか積極には僕は見えないんですけど、茂木さん。いやただ、もうだって岸田さんの時ので異次元の子育てとか、あとは防衛費ですよねがあるので、特に防衛費は増税するって一応決めてるんですよね。でそれを撤回するっていうのはかなりな転換だと思います。財政っていうところでなんか国民としてはですね、なんか私なんかもうまず賃上げしてほしいなみたいなこう感情論ですけど、なるんですよ。そういう意味ではその賃金上昇にはこうつながらないんですけど、やっぱり経済重視してる方が賃金上昇につながるのかなって思うんですけど。そうですね、ただ賃金って一応やっぱ基本的に民間が決めるもんじゃないですか。で、賃金上げて、岸田さんなんかは一生懸命賃金上げるって言いましたけど、賃金上げて商品も増えて、それで企業も潤って物価も上がって、まさにその物価と賃金の好循環、これができるかどうかですよね。でこれだから直接政府がどこまでできるかっていうのはちょっと限界あるかもしれない。そうなってくると解雇規制的な今回関係、そこが入ってきますよね。そこは大事な、そうなんですよ。やっぱり今なんで日本がこの経済が伸び悩んでるかっていうと、その重点産業、その伸びてる産業に人が流れていかないっていうところなんですよね。それをやっぱりうまく流動化していくっていうのはやっぱり一つの構造改革の大きなキーポイントだと思います。こら辺はごめんなさい、ちょっと考えは多分違うんですけど、これまでだって小泉さんのお父さんの時代から規制緩和してきたわけですよ。規制緩和をしてきたけど日本は30年間経済成長していない状況の中で、さらに規制緩和をしたからといってハッピーなのかというのが多分意見割れるかなと思っていて、おそらくいわゆる規制緩和系の方おられますから、規制緩和すると逆に言うと立場変わるとクビになりやすいわけですし、その後困る方も増えるから、あるいは伸びている産業を伸ばすっていう手法であることは理解しますけど、どっちからものを見るかじゃないですかね。佐藤さんいかがですか、ここまで。いや、私はそのスタートアップ課税の緩和っていうのがあんまり身近になかったことなので、ちょっとよく分かんなかったんですけど、それってどういうことなんですか。まあ、純粋に言うと今まで売却とかするときにかかってた税金っていうものが、まあ、かからなくなる、どこまでかは分からないですけど詳細は。でそれは僕らみたいな創業社長からするとめちゃくちゃ嬉しいんですよ。もう会社を作って売ったときに、例えばじゃあ10億円の会社を売るとか20億円で売れたときに、もともと 20% とか、まあ、下手したら 30% とか持ってかれてたところが、まあ、どこまで緩和されるか分かんないですけど10億そのままキャッシュで入ってくるってなると、めっちゃみんな起業したくなるんじゃねってすごい僕は思うんですけど、まあこう起業を促したりとかイノベーションを生むために必要だっていう意見はあると思うんですけど、なんか一方で、まあ、一部の人しかその富を得ないんじゃないかっていう指摘も。でもそういう意味で言うと分かりやすく弱肉強食というか、頑張る人は頑張りやすくなるんだけど、頑張りたくても頑張れない方もおられますし、いろんな方おられるから、まあ、それをするんだったら私から言うとセーフティーネットもちゃんと目配りとの、まあ、両面作戦じゃないかと思いますけどね。だからイノベーションみたいな、まあ、ずっとキーワード多くて、すごいいろんなところにいろんな地方とかにスタートアップシティみたいなのが、スタートアップラインみたいなのをちょっと作り始めてるんであれば、やっぱりそこは日本っていう国が起業しやすい国っていうところを海外にどんどん PR していくっていうのは一個手だと思うんですよね。アメリカなんかに比べるとベンチャーキャピタルの層が日本ってめちゃくちゃ薄いですよね。投資額もね少なかったりしますよね。次、多様性ですね、キーワードとして内山さんも挙げられてましたけども、まあ、女性のこの社会進出、子育て、あと移民問題などですね、まあ、その社会、まあ、ある種こう分断を生むような問題もあるということで、内山さんどこに注目されますでしょうか。やっぱり選択的夫婦別姓というのはかなり、まあ、一番多分現実的というか、実際候補も各候補もそうそう、まさに小泉さんも今日言ってました、かなり踏み込んでいったなと思いますけれども、これはやっぱり候補の中ではで、あとそのポイントはこの選択的夫婦別姓って世論調査やると国民の多数はまあ大体賛成なんですよ、ところが自民党だとまだ反対多数みたいな感じなので、そういう意味で国民と自民党の間でねじれがあるんですよね。ここをどうするのかっていうのは、まあ、そこで争点になるっていうのはすごいいいことだと思いますね。そうですよね。まあ、小泉さんはもう決着をつけるっていうことをね、断言されてます、ね。これははっきり言われましたね。今回の総裁選で印象的なのはもうかなり言われますやん、ね、テーマが、ここは非常に注目で、このテーマもね、おっしゃったように、まあ、かなり小泉さん踏み込みましたから。ことによって失う自民党の支持者もいますけど、それでも踏み込んだことは私はまあそれは一つ評価してすべきことかと思いますね。これちょっと論点ずれるかもしれないんですけど、まあ、自民党って保守の党ではあるじゃないですか。そういう意味では内山さん包括しちゃってるなと思う部分もあるんですよ。要はその選択的夫婦別姓っていうところも、まあ、ある意味こう野党が言うところも自民党自体がもう結構その右も左も包括してるっていうようなところは感じるんですけど、いかがですか。それでおっしゃる通りで、ある意味先祖返りなんですね。自民党ってずっと政権取ってきましたけど、その理由はまさに包括性なんですよね。で特に55年体制のことの自民党って今よりもっともうそれこそだから憲法9条は堅持すべきだって人から、もう憲法は改正すべきだっていう人まですごく揃えてたわけですよね。そこの幅の広さがやっぱり、まあ、自民党のやっぱり強い。でもやっぱりだからこそやっぱ曖昧にしてた部分って多いと思うんですよ、自民党の中でも。だからやっぱりまだね名前出てないですけど、高市さんだったりとか、青山さんが出てきて、そこの党内での議論っていうのを僕らは見たいなと思いますけどね。私わかんないですよ、私がずれてるのかもしれないんですけど、進次郎さんを推してる人が SNS 上に結構多いので、その X でこう出てくる人がたくさん、ある意味こうスタートアップ界隈とか、自分も身を置いてるっていうのもあって、いきなりすごいこうそういう反応が多くなると、逆に違和感というか、あれこれでいいのかなみたいな、ちょうどいいところが良かったんだ。急に難しいな。急に、まあ堀江さんとかもそうですし、こうね前澤さんとかもこういうやっぱり大物というかね、ビッグネームの方のリアクションって大きい影響を及ぼすのが大きいから、なんかそこでこう若者とかもかなりこうインフルエンスまさにされると思うんですよ。影響力はありますよね。影響力があるじゃないですか。だからこれどう捉えたらいいのかなと思って。やっぱただちょっとこれ違和感持っちゃうって、やっぱ日本のなんだろう政党政治の独特なところで、はい、要は日本って政党政治が国民の間に根付いてないんですよ。例えばアメリカとか今の時期大統領選挙やってるじゃないですか。はい、アメリカの多分街走ると、その家のその窓とかあるいは庭とかにそのハリスとかトランプとかみんなね、まあ要するに国民のレベルで俺共和党、俺私は民主党みたいなのがはっきりあって、で別にだからでも共和党員と民主党員だからつって仲悪いわけじゃなくて近所付き合いしてるみたいな普通にあるんですよ。ところが日本ってなんか政治の話ってタブーしちゃいけないみたいなあるじゃないですか。それなんでだからね、僕はだからまあそれでインフルエンサーが影響力を持ちすぎるのはちょっとどうかもしれない、どうかと思うけど、でもただやっぱりこういうふうに普通にああいうそのネーバリアのある人が言うっていうのはやっぱり政党政治をもっと身近なものにしていくっていう。ただ一部ですよね、言ってる人は。ほとんどの人はね、だからもっとみんなが言ったらいいんですよ。そうそう、もっと幅広い人がどんどんスタンスを明らかにしていっていけばいいと思いますけど。だから例えばそれこそ僕とかも言ってっていいと思うんですよね。僕もそう思ってるんだけど、ただ視聴者の側がやっぱりそれを受け入れる多様性を持ってないというか、あの人あっちの人なんだっていうのをどうしても感じてしまうので、最近少しこうそのあたりがちょっと使ってきてる感じはしますけどね。政党とアメリカの話だとやっぱ二項対立が成立してるから、どこを支持しても成立するんですけど、日本だとまたちょっと違う捉え方をされてしまうケースもあるんで、支持表明を積極的にするのが先なのか、それともその受け入れ基盤を作るのが先なのかっていうと、これはどっちがいいのかっていうのは難しいと思ってて、少なくとも僕とか教育会社やってるんですけど、支持表明絶対できないです。絶対できない。でも自分の意見をはっきり言いなさいって言わなきゃいけない。子供には自分の意見をはっきり言いなさいって言わなきゃいけないけど、どうしよう、なんか例えば支持表明して違う政党のあれが保護者様にいたらみたいなとか、すごい。それこそまさに教育の問題もそうで、主権者教育ってあるじゃないですか。あなた例えばヨーロッパの国なんかだと普通に中学校とか高校とかで実際の政党の政策とかをもう議論する。日本ってできないじゃないですか。その中立っていうのがガチガチで縛ってるから、そこもあるんですよね。でも今回の自民党総裁選は幅広い方で出ておられるから、逆に政党じゃなくて自民党の中のどの方っていうのは少し言いやすい面があると思うので、そういう意味では自民党総裁選の期間中にもっといろんなインフルエンサーのみならず発言されてもいいと思いますけど。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。